おまけのクランプ店物販おまっぱんということで、はい、これからレジで会計していきますレジで会計するところを動画にしようってやついないと思うもはや、ね、何これ税務署への証拠みたいな嘘ついてませんみたいなそれもありますそれもあるでも舐めるように全部見ちゃったんでもはやおまけでいじるところが、はい、これくらいしかないそうだねじゃあ特別に開けてもらったレジに行こうかいやー特別な待遇を受けてるいい気分ですな、はい、じゃあすいませんお願いしますこれ中村さんのやつだけじゃないと思うんですけど全部混ざってる全部混ざってますもんねだから一括でカジタでお願いしますちょっとまあいいけどさあお願いします買ってくださいカジタさんが、うん、俺かよカジタが買いますどれだまあほとんど俺が買ったもんか何本になるやろうかねピンズセットそうですねお願いします、はい、カジタの袋にお願いしますまあ今度何かあった時は中村の袋に全部入れてもらおう、はい、こういう機会あればねなかなかないよでもなかなかねムービックって書いてるぜなんかあれですよねムービックのものを買うとちょっと損した気分になりますねなんか釈然としない、うん距離が近すぎるとそうなりますよそうだね、うん、ムービックのショッパーなんだこれはモコナのペンは中村さんが大沢さんにねだられまくって、はい、折り込んだやつさくらのネンドロイドこれも今回のためにってすごいねねえ本当にこのクランプ展をやるために準備すごいしてるんだねいやこの規模はね袋はこちらとこちらも別でご用意で全部一つには入らないですよねだとしたら二つに分けましょうくらになるかなでも今回手加減したからね我々的にはそんな言うてファン買わなかったしねそう今いくらだったろうなんぼになるやろうな、うん、そうだねでもお姉さんがニヤニヤしながら今あのピーピーやっとるんで多分結構いっとるんだと思いますすごいすごいなって思ってるの見てないんじゃない、うん、でもあの原画集は結構してたよ一冊いやそりゃね、うん、そりゃしますって、うん、予想しましょうなんかじゃあピタリ賞でピタリなんか出るわけねえだろあのニアピンのやつが勝ちで外した方が買うってことねそう違いは勝ち負けた方がなんぼかなこんだけの点数だろうまだ言わないでくださいね。10万はいってない。いってないと信じたい。点数が分かります。24点。24点で。7万5000円くらい。7億ぐらい。5万5000円ぐらい。5万5000円。いいですか、はい、はい、でお姉さん、解雇でしょ、はい、8万2000円まあでも勝ちたのカードでほら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 だって俺今財布持ってないからはぁ財布持ってこなかったくせにあんな物色しとったんですかでなんちゅう男だでもほとんど勝ちただからね、うん、言ってたけど分かりましたよ、しょうがないなじゃあ次ですけど、つけすからねこれ、はい、しょうがないなもうカメラさん、カードはアプリで撮らないでくださいよカードはね取らないでくださいよもう本当に払ってるところ本当に払ってるところ、はい、人の払ってるところ見ることになるクイックペイとか使いますクイックペイで払うとしてる俺使えないじゃあカードで、はいうん、いや大きな背中だな、うん、ちょっと小さくなった8万2500円ですよでもあいつ
ジブリの時とか20万ぐらい使ってるでしょ。それは言わんでください。うん、暗証番号で取らないでくださいね、あの方は。でも10万僕正直行ったなと思ったんですけど、行かなかった。10万はね、行かないと思ったけどね。いや、手応えが10万の手応えじゃなかった。そうなんだ、うん、もうこんだけ買ってるとか。もうちょっとね、買ってる。10万の時はあの箱で売ってるやつを全部あもうって入れちゃうと行くんだけど、はい、割とカシャ君が冷静に吟味してたから、ね、はい、どうぞ。お、来ましたよ。全部買うとえげつないことになるから。加藤さん、荷物持ちましょうか。それくらいはしてもらおうと。確かに。はいはいはい、私は持たせてもらいますね。はい。レシートも投げて。はい、これで税務署対策は OK として。うん、やだな。じゃあまあこちらはね、はい、そのうち上げていきたいと。紹介できるかな。思いますんで。うん、はい、はい。皆さんもね。こんくらい買っててください。